ワールドアットワーを今回もやって、お、何かが見えた、何かが見えた今。PPSH PPSH を使っていきます。足音は結構聞こえてるんだけど、マップが消えてるぞ。 PPSH レートが高いから、回線弱者の僕には素晴らしい武器。とにかく当てりゃいいんだけど、ここはアサイラムというマップ。トンプソンがね、まあ初期武器の方だから人気高いんだけど、待て待て、マップ消えてる。普通に打ち合いがしたいんじゃ。こっちは OK？ まあ、ここはそんなに広くない、国内メインなマップだけど OK。 よし、PPSH 強いな。リコンプレイン、まあ、狭いマップだとあんまり関係ないけどね、広いマップだとリコンプレインって結構ね重要なストリークになるからね。あ、弾がなくなった。火力高いんだけどね、弾切れるの早いんだよね。まあレートも高いからなんだけど、これん、これ下、あ、下があったっけか、これ。あー、上にいた。でリスポンが近いよ。あ、死んでる。さあリスポンが向こうになった下。あー、こっからは撃てない。このゲームさ、ワールドアットウォー1という、まあ、まあ実際内容はワールドアットウォー2、まあ二次大戦の話だからね。ワールドアットウォー2も多分、このワールドアットウォー1と、まあ類似する武器というか同じ武器も出るかもしんないけど、あんまり武器ラインナップは変わんないはず。少なくともね、なんだ、バッテリーで弾が溜まってく武器だとか、そういうまあちゃんちゃらおかしい武器は出ないからね。そこだけは安心して大丈夫だ。 DP って何？お、あ、これあれじゃね、タチャンカが使うやつじゃね、これ。タチャンカのアウトムプキーにそっくりじゃね、これ。ん、これ上にいるの。はい、今のはね変な形した投擲物だったけど、セムテックス的グレネード。あ、これ DP っていうのか。あ、強い。レートすんげえ低いけど。あ、強い。おまけにリロードもあんまり必要ない。ちょっとリロードね。あ、マップ消えた。さあ、エアーストライク。あと一人倒せたらワンワンなんだけど。ミサイル落とすところを誤ったかもしんない。誰かレーダーを。ん？敵いるよな。5人。オッケー。ドックカモン。とりあえずドック呼べた。ドックマジで強いんだよな。まあ、撃たれればもちろん死ぬんだけども。
お前なんでそんなでかい筒持ってんだ。その筒欲しいな。あ、拾えない。あっと今奥から来てたよ。あれ、あ、いなくなっちゃった。犬がやってんのか。あ、 PPSH 強い。昔の人みんなこの武器使えば勝てたんじゃね。え、目の前から湧いたけど、あり。あ、後ろ。あ、強い強い。これ MP50 100% ワールドアットワンをね、楽しみたいという方がいるならばね、プレイステーション3とね、ワールドアットワンを持ってね、海外へ行こう。え、まあ二次大戦だからね、まあマップ外に出て戦闘する人がいてもおかしくはないと思うんだけど。はい、さて新しい武器セットでも作るかな。マシンガン、タチャンカ武器もいいけどな。DP、タチャンカ武器使おう。バイポッド。バイポッドなんてあるんだ。逆にバイポッドしかないんだ。おお。騒がしいですね。このマップはハンガーというマップ。はい、さてこれゼロ戦、え、これ日本なのか。あ、日本だね。よし、マップが消えてるけど、まあ気にしない。オートエイマーマンとかが現れない限り問題ない。仲間か。これね、たまにね、近くに仲間がいてもね、名前が消えるんだよな。あ、言いそびれてたけど、感度はね、1から10まであって、今多分、6? ぐらいかな。昔はね、1から10まで感度がある COD は、感度マックスでやってたんだけどね、今もう衰えたのが10なんて感度じゃ遊べないもん。モロトフ投げてる。お、あ、でもね、敵が一体どこに。オッケー。ああ、日本人。待て、え、待て、お前固くで、お前。ちょっとな、ヤマト魂があったとしてもちょっと硬すぎるな、今の敵は。え、何これ浮いてんだけど、これ。このロケットもね、まあ一部にしか落とせないけど強いから引いて。あー、マップ消えた。お、いた。ナイフの吸い付き判定はないゲームか、ワールドアットウォーって。なに、え、白い、え、なに、かく落ちてきた。
白い白い白い。え？パッチがどうのこうの。あーちょっと待って、ラストスタンド、ラストスタンドか今の。おいおいおい、白い白い白い、ふざけんな。いや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 、え、AC-130 UFO モード、なんだそれ。倒した。なんだこれ、死ぬ時に画面あ戻った戻った、よし、強いこの武器。リコンプレイン、あらららら、ほら、あ、フラッシュがすごいね。お前ふざけんなお前。硬いよ。なんだあれ。あれが噂の燃える男か。撃ち進め。おお。仕留めたじゃねえよ、お前。大和魂強すぎでしょ。ま、ああ、終わっちゃった。これは。回線抜きアイコン。タイムアウトしました。一旦戻って、はい、というわけで。チートがいないと思いきやも隠れたところにチートがいて突然チート満載になるという感じなんだけどね。まあまだしばらくワールドアットウォー2の発売まで期間があるからね。まあまだもうしばらくワールドアットウォーこんなはちゃめちゃになりながらもまだまだいろんな武器あるんでね、やっていこうと思います。ダブルバレルショットガンなんてのもあるしね。それじゃあ今回こんなところで、はい、ご視聴ありがとうございました。